件を起こします。この度我々ランズエンドは YouTube チャンネルを開設する。期待しとけよボケガス。気持ちはですね、こうやって大きい気持ちを挟んで聞いていて、たくさん出てくるんで、まあ、日本の手打ちな飲食店とはちょっと違いますね。ババアが基本的に聞いてくれる感じになる。ババアが衛生的に大丈夫かどうかちょっと疑問ではあるんですけど、ババアが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 、ランズエンドというのはですね、もともと2016年の3月に畑しまして、みんながやらないことを中心に、みんなが思いつかないような発想でですね、面白いこの企画をですね、どんどんこう世に出していく、まあ、その一つとしてちょうど9月27日ライジン埼玉スーパーアリーナ大会が、決定しまして、盟友のディラン・ジェームスがですね参戦決まりました。で、実を言うとディラン MMA 総合格闘技、デビュー戦です。相手は、元鷹の富士、スタリオ剛選手。まあ、お互いデビュー戦ということで、まあ、このフレッシュなこの MMA に対して、未知数のこの2人がつかむということで、ディラン・ジェームスのこのポテンシャルを最大限に引き出して、ランズエンドでしかできないこの、まあ、育成方法で彼をライジン出して、しかもプロレスラー代表として世間のみんなにプロレスってこんなすごいんだよっていう、こんな面白いんだよっていうものをあえてデビュー戦の初めてやる総合格闘技、この MMA の世界で表現する、そして勝つね、まあ、勝つはもちろん、まあ、もう前提なんですけども、そういうことをチャレンジしたいと。まあ、そのプロレスだけじゃなくて、選手の育成、あとそのチャレンジすることに対してのバックアップ、これを含めて、ランズエンドの、まあ、得意分野というか、まあ、これから僕たちが目指す方向性っていうんですかね、プロレス以外のことも正直どんどんやっていきます。で、それは何をやるかっていうのは、まあ、おいおい皆さんとこのチャンネルを通じて、いろいろ語っていければなと思ってます。まあ、その一つとして、今回ライジンのですね、ディラン・ジェームス選手の、出場にあたり、まあ、彼のマネージャーですね、マネージャーに自分が行くんじゃなくて、ウェザイルに、ちょっと行ってもらおうと、まあ、彼をマネージャーにつけることによって、まあ、よりプロレスっていうものを、まあ、ランズエンドっていうものを深く知ってもらうだけじゃなくて、ディランのすごいところをウェザイドを通して引き出す、でこんなことをねしていきたいと思っております。とにかくですね、なんだこれはと言われることは多々あると思います。で、大体ネットで悪口ばっかり書かれると思います。正直言っておきます、今も言われてます。調子乗ってるとかですね、嘘ばっかりだとか、あいつらホラー吹きだとか、もうそれに対して、正直言います、ホラー吹きです、ホラー吹きです、ホラー吹きです。ということで、まあ、それも踏まえて、全てがファンタジーなようでファンタジーじゃない、でも嘘なのか本当なのかわからない、でも一応こいつらはなんとか生きてる、そんなランズエンドですね、ぜひ、けなしながら悪口言いまくりながらバカにしながら、楽しんでいただければと思います。ディラン・ジェームスのマネージャーウェザイル物語アナザーストーリーとしてベブロンチャンネルの方で公開してます。そちらの方も
見ろよ横田どもボケガス。チャンネル登録よろしくお願いします。Lens and fans, rising fans, we're ready. Please continue to support and bah! Knock this guy out. Bah! Dylan James, it's your bah!